キチャンネル。じゃこんにちは。さあ時間がちょっと経ちましたけども、はい、沖縄キャンプレポート。イエイ。ですよ。はい、ちょっと収録しなかったんでね。はい、はい、大体最近も2週間に1回ぐらいやってますもんね。そうっすね。あとちょっと忙しいっていうのもあるんですよね。おもうでもキャンプにだって結構な期間も行ってましたしね。そう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 、2週間、うん、だから1週目宮崎、2週目沖縄、はい、で3週目はだから2月はね、うん、営業利益で言うと薄いのよ、はい、へえ、そうなんですか。キャンプ行くから。あ、そっか、うん、キャンプ期間中は俺日刊の評論でキャンプに行くから、はい、キャンプも一応取材費は出るんですよね。取材費っていうかその俺年計だから。あ、そっか、は日刊は。そっかそっか、他の仕事ができない分。そう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 、だからその日刊の仕事に2週間行って、うんうん、で袴田さんのスポナビアスとか、はい、そういうのは単発やるけども、はい、基本的にその日刊のことしか移動してないから、はい、他の仕事してないから、はい、営業利益的には薄いんだけど、はい、すっごい楽風ないい時間なの。そうなんですか。もうすごい、もうだって沖縄初めて泊まったホテルがドン・キホーテの上で、はい、すごい良かった、ほんと。へえ、あれですか、スポナビンで一緒にこうやった時に。そう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 、はい、洗濯機、はい、全自動斜めドラム式乾燥洗濯機がついてる、はい、部屋の中に。へえ、レンジもあって、はい、下がドン・キホーテ。便利ですね。完璧、何でも、ね、買いに行きますね。でコーヒーとかはフリードリンク、はい、最高よ、本当。何、はい、かあったらドンキだもん、はい、まあ、そうですね。飲み物安いし、1週間ぐらいだけど、はい、経費めっちゃ安くなるよ、はい、飲み物安い、弁当安いみたいな、うん、でちょっと忘れ物したり何かしたらすぐ買いに行ける。私キャンプ終わったら部屋戻ってそのままゆっくりできますしね。そうそうそう、しかもお昼過ぎとか終わって帰ってきたらもうずっとオリンピック。はい、いい時間ですね。だからそう、なんかのんびりできるのはすごいいいんだけども、うん、はい、まあ、その中で今回は沖縄レポートということで、はい、初日はね、行ったすぐね、北谷に行ったのよ、はい、中日に、うん、監督コーチ一軍、誰もいなかった、はい、あ、そうだ、コロナのあれがあって。そう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 、うん、で、片岡さんがいたけどね、はい、2分から休養、はい、で、あと多分ね、中村のりさんじゃないのかな、なんか iPad でね、リモート指導してた。どうするんですか。いや、だから多分バッティングゲージの後ろに iPad 多分置いてんのよ、はい、ああ、はい、でそれを見て、うん、で結局そこに行ってんの、選手が、うん、ああそうなんだ、うん、へえ、で話してみたいな、はい、ところでやっぱりね、ドラゴンズでやっぱ一番もうほんとね、原稿がね、ついてね10分でできたね。あ、もう、あ、っていうことは、うん、すごい目につく選手がいた。いや、こう、いや、新聞の原稿っていうのは、はい、何を題材にして、うん、どういうキャンプレポートの記事を評論しようかなっていうのが、まあ、一番どうしようかなっていうところでね、うんうん、なった時に、はい、何をピックアップするのかは、うん、その評論家によって違うじゃんね、はい、だって何を目にするかによって違うからね、はい、でそうなった時にパッと着いた時に、でその日俺沖縄に飛んで、しかもコロナで減便されてて、1便で行こうかと思ったら1便が欠航して、で2便になったから若干遅めで11時ぐらいかに着いたんだよ、キャンプ地に。でだからこれからバッティングが始まるところでパッと目についたのが石橋キャッチャー。で、あれ、キャッチボールしてんな、ゲージの前で。あら、これはバッティングキャッチャーするなっていう。あ、え、バッティングキャッチャー、そうそうそう、だからピッチャーが、ピッチャーが投げてキャッチャーが受けるっていう、ね、はいはい、だバッティングキャッチャーこれするなと、はい、これなったら、うん、膝つくかどうかが、うん、俺のポイントや、ね、あ、なるほど、うん、今なんか、はい、膝警察が、うん、はい、すごいいるらしいぞ。そうなんですか、うん、俺がジャイアンツの、うん、岸田と大城のブルペンで、はい、うん、これもね、間違った方向にみんな自分の言いように解釈して、はい、膝警察の人たちがみんな言うんだけども、はい、俺が言ってんのは、うん、膝ついてパスボールとかじゃないんだよ、うん、ブロッキングミスをどこまで減らすかで練習の時にちゃんとやっといた方がいいんじゃないのっていうね、はい、簡単に取らない で、うん、でしかも膝ついたままブロッキングもしないで投球を5、6球も後ろに座らせてるんだから、うん、ね、今パスボールとか少ないとかなんとかって言うけど、はい、
え、去年少なかったからってもう向上心ないんですかみたいな、はい、永遠続くんですかみたいな、うん、それはもう常に練習して常に満足いくことなく向上心保ってゼロを目指すのが普通ですよねみたいな、うん、去年が多かった少なかったとか、それは多かったらもっとやらなきゃいけないけど、少なかったからって何もやる必要ないことないんですよっていうのを言いたいんだけど、うん、はい、でも膝警察がいるらしくて、はい、膝警察の人たちが今キャンプレポートを各球団やってるじゃん、はい、でブルベが映るとおーなんとか膝ついてるって膝警察がいるらしいですよ、はい、膝警察面白いですね本当いるよな、ネットに今本当あの多分野球のトレンドがあったら、はい、多分上位に来るよ、あのもうトレンド入ってる10決に、まあ、でも今キャンプブルペン見放題ですからね、そう、ね、どこの放送でも、うん、でその時中日行った時に、はい、その日これはで俺がね、うん、まあ俺がやってたことが全てじゃないけど、はい、俺はどんなとこでも、うん、その無駄にしていい時間はないと思ってんだよね、うん、俺はずっとそのロッテの2軍の時に山中さんから言われてやってたことは、あのバッティングキャッチャーに入った時、はい、常にランナー1・3塁を想定、はい、でピッチャーが投げた球がバッターが振らなかったらセカンド送球、うん、はい、でピッチャーのちょっとセカンドベースのちょっと前ぐらいにあのネットがあって、うん、そこの中に入れるっていう、へえ、そこまでするんですか、でワンバンだったらブロッキング、はい、全部、うん、だからもうど真ん中でも振らなかったら全部それをスローイングするの、はい、でそれをでワンパン来たらブロッキングっていうのをずっとやってたのね、うん、はい、その一球も無駄にしないためにっていうか、うんうんうん、それをまあやってたっていうかやらされてたんだよね、はい、で、まあ、そこでまあ上手くなったっていう自負もあるから、うん、そんなあのブルペンキャッチャーやからって言って、うん、膝ついてよ敵点取ってるだけだったら正直キャッチャーが取る必要ないのよ、うん、誰でもいいじゃんね、はい、その時間の無駄じゃん、うん、ってなった時にお、どうするんだろうと思ってしばしこれで膝ついたら、うん、またいい原稿書けるぞみたいなそっちでどうすんだろうと思ったら、はい、うん、1球ぐらいついた時あったんだけど、はい、もう 99% 膝つかないで、うん、全部ちゃんとキャッチングしてた、はい、いいじゃないのって言って、うんうん、であのしかもあの全部そのピッチャー岡田が投げてたんだけど、はい、全部ストレートだったのね、うん、全部ストレートだったら変化球1球も投げなかったから、うん、全部ストレートだったら膝つきがちなのね、はい、ワンパンも来ないしって、うん、でもまっすぐだからってワンパンが来ない保証ないね、はい、だそういった時に万が一ワンパン来てもしっかり止めれるような形で取ってることによって、まあ、練習にすごいなってるなと、うんうんうん、その次に、はい、木下来た、ほら木下、うん、去年佐々木賞取ってレギュラーにもなって、うん、これどうするんやろと、うん、簡単に膝ついてやってると、うん、そんなまだすぐこう落ちちゃうよっていうところで、うん、木下も全部膝つかない、あーすごい取ってたのよ、うん、これはいいじゃないっつって、そういう原稿です、あでもあれですね、選手の皆さんももしかしたらあのキャンプレポート見てたかもしれないですよ、おい佐々木来てるから膝つけねえぞみたいないや多分俺が来てたのは知らないよ、途中から行ってあのスタンドの上から見てたから、俺もグラウンド行かないから、でも佐藤さん来てなくても、うん、あ、やっぱそうやって見られちゃう可能性あるから膝はもう絶対つくやめようって思ってるかもしれないですよ、膝警察がいて、はい、だからそういったところもなんか非常に、まあ、俺はもう本当にね、どんな時でも常に向上心持って完璧なんてないから、うんうん、やった方がいいんじゃないのっていうところで、やっぱそういう姿勢はすごいこれからも向上心持っていいところなんじゃないのかなっていうところはすごい良かったなと、はい、であとはやっぱ注目ところはやっぱブライトとカイジ、はい、うん、あのウカイちゃんね、うん、この2人でバッティング練習を見たの、はい、で会った時にブライトは多分早めにひょっとしたらでいい感じ、全体的に、はい、フォームのそんなになんか変なところもないし、うん、はい、あの力強さもあるし、うん、非常にひょっとしたら早めに出てくるんじゃないのかなっていう、あ、そうですか、で鵜飼選手は、はい、なんかあの練習試合でホームラン打ってたんだけども、うん、若干気になるところがあって、はい、これ俺がね、はい、若干上目向いて打つから、うん、高めは得意なのかなっていうところはあるけども、うん、はい、まあ、そこがどうなのかなっていうところをバッティング練習ではだからちょっとこっち詰まるんじゃないのかなっていうね、ブライト選手はそんなあんまりこっちも詰まりそうな感じもないし、うん、いい感じで言ってたけども、鵜飼選手はこっち若干詰まるんじゃないのっていうね、若干こう振り上げて上向くところ気になるなと思ったけども、まあ、そこがどうなるのかなっていうところは、はい、まあ、オープン戦含めて見に行きたいなと思ったけども、うん、どっちもこのなんか遠くに飛ばす力っていうのは非常に楽しみな面白いなっていうね、うん、ところはあると。中日の YouTube チャンネルとかでもなんか見ましたけど、こう鵜飼選手とかもこうバーンってこうバットの振りがすごい豪快ですよね。そうそうそう、うん、でも若干上向くのが俺は気になるんだよね。うん、あ、ちょっとそこ見てみよう、うん、はい、で、うん、あともう一つ気になったのが、はい、ドラゴンズの選手名鑑見た時に、うん、3分の1ぐらいが東海地区だった、うん、あ、あるんで
出身がですか。そう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 、あれやたら愛知とかなんか岐阜とか多いなと思って調べてみようと思ったら、はい、うん、3分の1ぐらいが、はい、あのまあ、育成も入れたらもうちょっと 30% 前後ぐらいに下がるかもわかんないけども、あのすごい東海地区多かったよ。ああそうなんですか、うん、あやっぱそういう意識はしてるんじゃないですか。まああるかもわかんないね、うん、でもやっぱりそれがやっぱレギュラークラスに入っていかないと、はい、地域性だけで取ってもそこが活躍しなかったらちょっと選手層遅くなるからね、はい、あじゃ あのレギュラーメンバー、その一軍メンバーがどのぐらい東海地区いるかのが重要なんじゃないですか。そうそう、でもあの若手でも取ってるからこれから上がってくる選手もいるし、まあそうですね、うん、っていったところで、うんうん、結構東海地区多いなっていう、ね、地域密着みたいな感じには見えましたね、うん、はい、で続いてね、はい、あ、もう時間だね。あ、もう時間ですか。中日だけでやめちゃう。まあそうですね、10分は喋ってますね。うん、それでもいいですし。そうだね、はい、でももう一個行った方がいいね。楽天、うん、だ楽天ね、2つに分けるわ、はい、楽天パート1、はい、ね、でその次の日、金に行ったのよ、はい、で金に行って、うん、で練習見てたら、はい、これもね、20分ぐらいで原稿できた。へー、それいい選手がいたってことですよね。こう、なんか、ね、んそれは分かんない。いや、いいこと言ってくれるんですよね。それは分かんない。どうぞお願いします、はい、こう見てたの、はい、で、うん、誰やあれ、やたら声出してるな。おう、あんないたっけな。誰だ、どれだろう。見たことないな、あんなユニフォームの着方。誰やろな、選手名。で、何番。22 22 22、野手なんていたか。お、川島じゃんみたいな。そういうことか。あのなんか党内連携とかシートロックしてて、うん、でその黒川とか若手にもっとそこ追いかけ、全力で追いかけないととか、うん、もっとそこ全力で投げないとか、はい、もっとそこしっかり入っていかないとっていうのをコーチ以上に言ってんのよ、はい、うん、めっちゃ声出して。へ、ね、前回宮崎レポートで、はい、あのソフトバンクが、うん、あの声出てるけどいつもの声物足りないっていう、うん、静かだったっていうとこ言ったけど、その謎が解きたね。あの宮崎の謎が、はい、あの沖縄金でもう解決したね。そうですね、やっぱ声出してる方が移動したっていう。そうそうそう、うん、あの声出してる一人がコロナで出遅れていなくて、はい、でもう一人が占領外になっていなくなって、うん、でそこで金でそのあ謎が解けたね。でもそれってやっぱりいい影響を与えてる感じ。もちろんもちろん、だからそれを、うん、なんかあのすごい声出しやってるから、はい、なんかすごいキビキビになってる感じが、うん、はい、だから今までね、うん、じゃあマー君とか、うん、浅村騎士涌井とかそういったね、その数字的な戦力的な補強をいっぱいしてきたけども、結果、まあ、それでまだ優勝には近づいてないわけだよね、はい、近づいてないっていうか、まあ、獲得してないわけだよね。ってなった時に、まあ、川島慶三は多分レギュラーとして出ることはないと思うの、うん、でも何気に今まで補強してきた人たちより一番の補強だったかもしれない、うん、今の楽天に足りないところの、しかもまあ右の代打っていうところも出てくるだろうし、はい、そういった指示もしっかりしながらチームをキビキビやらせながら自分が先頭に立ってやってるっていう、そのホークスでやってたことをそのまま持ってきて、はい、何気に川島の補強が一番 この近年のトレードとか FA とかの中で一番良かったかもしれない、ね、まあ、そういう部分でそうチームを変えるっていうところでね、うん、はい、うんうん、でも一番やらなきゃいけないのはそれをコーチがやらなきゃいけないんだよね、はい、選手にやらすんじゃなくて、うんうん、コーチの人がそういうのを先頭に立ってやらなきゃいけないんだよ。だってなんかコーチの人も怒ってたんだよね、川島が、選手が見てるからそういうのやめてって言って、はい、コーチに、コーチに川島さんが言ってるのか、言ってたらしいの、うん、言ってたのよ。そ、何の題材かちょっと忘れちゃったけど、はい、コーチにそういうの選手も見てんだからやめてって言ってたらしい。へえ、わあすごい、なんか姿勢から、ね、うん、みんなその正されそうな感じがして。で本当はコーチがそうやってやらなきゃいけないけどね。だからそういうところはね、はい、非常にね、あのこうできて、だからあの、うん、チャターも金も30分以内に原稿できて、はい、もうあとボケっと見ていくだけだから、すごいいい、いいキャップだった。あ、でもあれですよ、イーグルス、あのいい選手、目立った選手っていうのを見つけてくれました。うん、それはまだ後日だ。あ、じゃあパート2で。あ、そうそう、はい、パート2、もう今時間来てるからね、はい、まあ、ということでね、まあ今日は両チームを褒めるっていうことになりましたけども、はい、次回はどうなるんでしょうか。パート2、はい、お楽しみに。